カドバンの中目黒のこれ知ってる。はい、始まりました。はい、始まりましたけど、なんかちょっと今日ムーディーだよね。ムーディーですね。はい、というわけで今回紹介していただくアプリ何でしょう、目黒さん。なんとね、ファミツアップでも超期待している、はい、ファイナルファンタジーグランドマスターズ。おー、ファイナルファンタジーグランドマスターズ。はい、ありがとうございます。これありがとうございます。これ実は断るごとに目黒に、あの FF のやつっていつでんのってそうすると僕も分かりませんそうすると僕がすみませんそのすいませんと、はい、謝り続ける。はい、マンダラのゲストの方、はい、ご紹介お願いします自己紹介お願いします。自己紹介、はい、カメラでお願いします。皆さんもはじめまして、ファイナルファンタジーグランドマスターズのプロデューサーを務めていますスクエアニックスの淵上と言います。よろしくお願いします。はい、さあ、本当すいませんね。始まっておりまして、今言った通りみんな超待ってこれ映像で出すのはもう初めてぐらいのことですよね。公式で出すのは初めてです。はい、おお、はい、なるほど。素敵。なので今回皆様のために持ってきました。はい、ありがとうございます。実際はそのクローズドベータテストから、はい、まあ改良を加えて、うん、もうほぼほぼ配信と同じ状況ぐらいの。ほぼほぼ配信に近いです。お、はい、まだこれがそのままっていうわけではないんですけど、はい、ほぼ近い形のものがもう出来上がってきましたので、はい、今日はご紹介させていただきたいなと思っています。はいはい、待った甲斐があるものができるわけですね。というわけでこちらがゲーム画面。はい、おお、ゲーム画面が一応中目黒っていう感じになってますね、はい、プレイヤー名は。めちゃくちゃ綺麗。本当綺麗だな。ゲームのホーム画面です。はい、はい、これが本場画面になるんですね。はい、ちょっとだけ、はい、と動かせたりします。で、まあ、どこから紹介していこうかなと思うんですけど、はい、まあ、最初に、まあ、今回ファイナルファンタジーシリーズでおなじみの、まあ、ジョブシステムというのが含まれているので、はいはい、まあ、その辺からご紹介させていただきたいなと思っています。はいはいはい、これ魔法使いっぽいですよね。これは今白魔道士がメインのジョブになっています。うんうんうん、でジョブが、まあ、どういうジョブがあるかといいますと、はい、メインジョブとサポートジョブっていうのがありまして、今メインジョブに白魔導士をセットして、はいはい、サポートジョブに黒魔導士をセットしてます。へー。でジョブの種類としましては、はい、今回、まあ、特別になんですけど、はい、あの本来であればあのリリース時では、はい、いきなり入手はできないジョブが含まれているんですが、はい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 、大丈夫ですか、出しちゃって。戦士があって、はい、文句、おー、文句、はい、で白魔導士、はい、黒魔導士、赤魔導士、はい、でさらに赤魔導士、シーフ、おう、でこっから先の2つのジョブが、はい、実はあの専用のクエストをクリアしないと入手できないジョブになってるんですけど、はい、ナイトと、多分みんな好きな人多いんじゃないかなと思う、はい、暗黒騎士。ああ、 FF といえば、 FF といえば大人気です。はい、このジョブがリリース時から実装されていて、この暗黒騎士とナイトに関しては特定のジョブクエストっていうのをクリアすることによって使えるようになります。それ以外のジョブに関しては使えます。はいはいはい、で今回はこのキャラクターは白魔導士をメインジョブにしていて、はい、サポートジョブに黒魔導士をつけているんですけど、はい、まあ、このメインジョブはまあその名の通りあの今使っているジョブになるんですけど、はいはいはい、サポートジョブって何かというと、はいはい、まあこの白魔導士のパラメータの、まあ、なんだろうな、パラメータの底上げっていうとなんかすごいなんか分かりづらいかもしれないですけど、はいはいはい、まあ、キャラクター の, その, そあのパワーを底上げするものと考えてもらえば大丈夫かなと思ってます。でサポート の,、ま、あのなんか魔法、黒魔法が使えるとかではなく、ですね、そこはですねパラメータがアップするかつ、はい、黒魔導士をサポートジョブにセットすることによって、はい、黒魔導士が装備できる武器が白魔導士を装備できるようになるんですね。なのでさっき言ってたように、うん、白魔導士なんだけど黒魔法が使えちゃうみたいな、うんうん、へー、組み合わせが組み合わせができるようになります。なので魔法使いなのに剣が使えるとか、あ、できます、できます。で逆に言うと例えばナイトとかで、はい、あの白魔導士をサポジョブにつけておくと、はいはい、あの白魔法も使える守りの方いないとみたいなのが作れて、徹底的にこうサポートに徹するとか、盾もヒーラーもできる、そうそうそう、すげー、そういったこともできるようになっているので、あのサポートジョブに何をセットするかっていうのは一つ
あのバトルをしていく上での楽しみの一つかな、はいはい、でここでまあ言っちゃいますけど、はい、ジョブはですね、まあ、リリース後もどん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 増やしていく予定があるので、はい、まあおなじみのいろんな、はい、あのあるじゃないですかジョブって、はい、ありますね、忍者とか、あ、言っていただいてありがとうございます皆さん大好きなジョブが、ね、自分の口からは言えない自分が言っちゃうと思うし、ちょっと言っていただいてありがとうございますそういうジョブあるので、はいはい、そう今ここは拡張していって、はい、どんどん楽しみを増やしていければな、はい、というふうに考えているところです、うんうん、でさっき言った、まあ、装備のところを説明しますと、はい、で今回こうアバターで、まあ、自分のキャラクターを着せ替えできるので、うんうんうん、はい、例えば今回これちなみに戻ると、はい、今回はこの収録この動画用に特別、はい、こう、はいはい、強い武器を、うん、もう事前にセットさせてもらっているんですけど、はい、豪華な感じ、うん、色が豪華な感じなんですけど、金色ばっかりですよ、金色ばっか、これはちょっとあのスペシャルな感じなんで、はい、ご了承くださいで変えると例えばなんか変えるとこう見た目も変わっていくといった形になります、はい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 、なのでこの辺も自分の本当好きな見た目にできる、はい、変えられたりできるようになってます。自慢できるわけですね。そうです、うん、でさっき言ったアビリティ、まあ、白魔導士でサポートで黒魔導士だと黒魔導士 の、はい、あのアビリティも使えるって話をしましたけど、はいはい、今ちょっとアビリティ一覧見ると、まあ、ケアルとか、うんうん、まあ、ファイラが使えてる時点でもう白魔導士なのでないよねっていう感じですね。ここがサポートジョブで黒魔導士をセットすることによって、はい、ファイラも白魔導士なんだけど使える、うん、ケアルも持ってるしファイラも持ってるみたいな、はいはいはい、っていうのが特徴、このゲームの特徴の一つかなと思ってます、うんうんうん、でさらに言うと多分ユーザーさんの中ではい、要は見た目はこれしょぼいんだけど強い防具だから、うん、この防具にしたいんだけど、うん、見た目これ嫌なんだよなっていう人、はいはい、結構オンラインゲームあると思うんですけど、そういう人たちのために、はい、アバター装備というのをちょっと設けてまして、は要はこの今装備しているあの防具武器防具のパラメーターを持ったまま、はいはい、アバター装備すると見た目だけ変えられるっていう、あ、それいい、これいいっすね、うん、なのでユーザーに親切、うん、そうです、これをセットすることによって、ユーザーに親切ありがとうございます、ありがとうございます。なのでこれで例えばあのよく防具かぶっていて、うん、でも頭見せたいってとか、はい、髪型見せたいとかあるじゃないですか、はいはい、なのでそこを非表示って選択するとこうもうほんとそこ何も装備しない状態にできるとか、うん、この辺がこれ女性ユーザー嬉しいやつですよね。そうなんです、うちの神さん絶対そうです絶対頭あの非表示します、髪型見せたい、髪型とか結構こここだわって、うん、あのカスタマイズする人いるじゃないですか、はいはい、なのでそこはちゃんと見せられるようにすると、うんうん、してあげたいっていうので非表示を選択することによってそれをできるとか、うん、で、うんうん、まあ、各部位それぞれできるようになってます、武器も持ってない風にできるってことですもんね。武器はですね持ってるんですよね、うん、あ、武器は持ってるんですね、武器は持ってるんですよね、武器は隠せない、はい、それ隠す必要なくないこれじゃたまに余計なこと言うでもですね、そういう意見は、はい、あのお湯をいただければ、あ、やっぱり優しい、もちろん千葉さん優しい、柔軟ですね。なぜかと言いますと、はい、今回ホーム画面ちょっと一旦戻りますが、はい、フォーラムっていうちょっとページ、はい、ちょっとまだここ正式なものを解説してないんですけど、はいはい、ちゃんとお客さんの意見を聞いていこうといったように思ってまして、なのでここにそういった意見を投稿していただければ、はい、いつか反映されるかもしれないのでちゃんとオンラインゲームの運営をしていこうというのを思ってまして、はい、うん、フォーラムっていうのも今回持ってます。なるほど、こういうとこも本格的ですね。なので本格的なオンラインゲームの運営っていうところを目指してやってます、はい、この武器自体というか装備は何で手に入るんですか、はい、ガチャ装備はですね、ガチャなんですけど、ガチャだけじゃなくて、はい、あのクエスト、通常のクエストで、はい、あのモンスターからドロップしたり、イベントのクエストをクリアすることによってのみ手に入る武器とかもありますので、はいはい、もう本当にガチャだけではない、うん、ガチャでも当然入手できるんですけど、うん、それ以外の入手手段も多く設けているので、はい、あのお金を払わなくても、はい、そのイベントをこうやり込んでいただくことによって強い武器が手に入っていくので、そこは安心して遊んでいただきたいなと、うんうん、こうちゃんとプレイトゥーウィンになるようなゲームデザインにもしているので、はい、安心して遊んでいただけると、はい、で今回ですね、はい、特別に
あの、まあ、ゲーム内の、あのお金であるジェムというのを皆さんの端末にも大量に仕込ませていただいたので、はいはい、ぜひこうガチャを皆さんにも引いていただいて、まあ、運を試すじゃないですけど、はい、ぜひ順番に、はい、ちょっとじゃあ、 あのせっかくなので目黒さんの端末にガチャ画面見せて、はい、見ましょうよ。リアルにお渡しする武器と防具って一緒に出てくるんですか？出てきます。あ、そうなんですね。一緒来たで、はい、ガチャもですね、ジョブごとにガチャを分けてまして。あ、本当だ、白魔導士ガチャってなって。あ、本当だ。今メインのジョブが白魔導士だったので、うん、白魔導士ガチャが出てきたんですけど、はい、まあ、各ジョブごとに装備できるものが違うので、はい、ジョブごとかっこいい武器がかっこいい。かっこいいですね、うん、なの で、 で今さらに言うとどのジョブでも解放されているので、うん、はい、多分どれをやってもじゃあちょっと僕は白魔導士ですね、はい、シューマズ左じゃないですか、うん、もう一個左、これです、あ、はい、セブンアイズがまあいいやつ、はい、かっこいいな、セブンアイズ。これぜひ10回いっちゃっていいですか？いっちゃってください。防具も出てくるんですよ。防具も出てきます。へえ、武器は白魔導士の杖系が。そうです。あ、モーグリ、モーグリ、モーグリ来たんですか、これ。あ、虹色あれ、モーグリだ。お、虹色あれ、まさかの、え、あれ虹色だけどシルバー色です。これは判定は、俺は、あ、でも悪くないよし、いきます。もう一回暗黒騎士のガチャ、暗黒をちょっと、これかなりユーザー視聴者の人お得ですね、うん、これ出す出す、今撫でてます、撫でてる。おのけ、そうっすね、いきます。はい、え、すごい、一個ぐらいの演出、くっ、なんか虹色さ、あ、3つも3つも出てる、来ました。黄色、金色か。おお、来た、来た、来た、あー、おー、おー、もう一個上、ほい、あー、来た、来た、来た、素晴らしい、さすが持ってますね、持ってますね、持ってますね、来ましたね。じゃあ白のやつはカットで、最初のやつはカット。ここで長押ししてもらえると、その防具のどういったものかが見えたりします。よかった、出て。これ相当いいですか？なかなかいいです、うん、なかなかいいです。強化は強化のところがありまして、はい、この中でまあ強化構成の限界突破ってあるんですけど、強化構成は、はい、まあ、他のフリートゥープレイのゲームでもよくあるように、はい、まあ余った武器とか防具を重ねていくと、はいはい、レベルが上げていきますっていう強化の仕方と、すごい宝の山みたいな僕が作る金馬限界突破っていうのがあるんですけど、はい、これはですね、限界突破用に必要な特殊なマテリアを今回必要とするんですけど、マテリアを組み合わせることによって、はい、武器のレベル上限だったりを解放することができると。武器おのおのに必要なマテリアがあって、そうです、属性だったりあるんですけど、さすが FF、 うん、マテリアですよね。例えばこれちょっと分かりづらいんですけど、左に星が2個あのグレーアウトしてると、これが限界突破できる回数で、1回限界突破すると星があの色がついて、なるほど、上限のレベルが例えば50だったのが60になるとかっていう形で増えていけると。でそうするとさらにあの武器の強さが上がるという形になります。かなりやり込みをさせる、やり込みは相当なので、ジョブもありますし、武器もあります。そうですね、武器とジョブと本当組み合わせがかなり本当無限に近いぐらいあるので、はい、はい、じゃあ早速なんでみんなで行きましょう、行きましょう、はい、じゃあこの、はい、お送りします。この端末を使って、うん、最大4人で一緒にクエストに行けると、ね、4人で一緒に行けるという仕組みではなくて、はいはい、あのバトルが最大4人で協力バトルができるんですね、うんうんうん、でクエスト自体は、ですね、1ルーム最大今15人から20人ぐらい入れるようになってるんですけど、うんうん、そこは本当に今同じタイミングで日本中でプレイしている誰かと出会えるみたいなクエストになってます、はいはいはい、ちょっとロンホール左側にちょっと行っていただきたいんですけど、はいはい、ワールドマップですか、ここが。これがワールドマップです、うん、でどうですか、ローホール、はい、で今ちょっと見隠れちゃってるかもしれないですけど、はいはい、サンドリアオープンの上にいると思うんですが、はい、ちょっとそのサンドリアに一回マップしてもらってもいいですか、はいはい、でそうすると中央広場ロビーですので、ちょっとここをタップしてもらって、はいはい、ですぐに出発、はい、出発、
あ、来た、みんな。あ、中野黒さんも。あ、来た。中野さんもみんな。来ました。ですね、これクローズベータテストの時にお客さんからの要望がすごいありました。はいはい、ロビー、ま、設けてほしいっていう話があって、作りましたと。ここで、みんなで集まって、まあ、チャットしたりすることができますと、はいはい、あ、いきなり、はい、タップで移動させて、そうです、そうです、で、ここで会話が楽しめるとリアルタイムでつながってるってことですよね、うん、今なんかチャット来ましたね、まあ、みんなとだべったりだべったりできるんですね、そろそろじゃあクエスト行くかとか、あ、はいはいはい、まあ、戦略ちょっと考えたりとか、うん、それ個人でも、はい、個人チャットもみたいなのできるんですか、ですね、ダイレクトチャットっていうのが、はいはい、あるので、はい、それを使ってもらえると、はい、そこはこの1対1のチャットになってしまうんですが、はいはいはい、できますと。であと今回こうロビーなんですけど、はい、うんうん、ロビー行くときに今回すぐに出発でロビー来ちゃったんですけど、はい、ロビーのルームをこうすごいたくさん用意しているので、例えば仲のいい人同士だと、例えば今日なんかルームの70番に集合ねとか言っておけば、そこまでなんかいい、ね、あの他の人と一緒にならないかな、まあ、いてもまあ気にならない程度になるかな、ルームをたくさん設けているので、いいね、なるべくこう仲間内で集まれるような形にしています。まあ、こういった場所を設けて、いいで、ね、はいはい、でじゃあクエスト行きますかみたいな、はいはいはい、形でじゃあクエスト行きますか、はい、じゃあ楽しい、お、来た、あ、僕も今向かってます、うん、僕も、あ、で、今矢印があると思うんですけど、はい、その矢印の方向にこのクエストの討伐目的となるモンスターがいますよっていう中心なので、そっちの方に動いていただければ、はい、モンスターがいる、モンクがいるんですよ、ちょっとエンカウントしてみますか、ますか、はい、うわ、エンカウントした、で、そこに入っていきますか、僕らが、はい、行きましょう、一人ずつ入ってくるって感じなんですか、なるほど、みんな行きましょう、まだ攻撃僕らも、あ、攻撃しちゃった、来た、お、入った、強い、目黒さんに加勢したみたいな感じ、そうです、そうです、へぇ、でもここで得られるあの、はい、報酬とかみんな一緒なんですよ、なので一緒にやるデメリット基本ないので、どんどんあの人がやってるバトルに参戦していって、はい、報酬もらっていくことがいいかなと、はい、なるほど、しかもこれ ATB ですよ、 ATB、 そうです、そうです、バトルが ATB とコマンドバトルの組み合わせになってます、はい、いいな、うわ、もう早速防具手に入る、楽しい、楽しい、で、サンキューとかこう、あー、ここで、あー、そう、はい、ここで妹がよく、ね、こう気軽にコミュニケーションがいい感じに、これは素早くていい、うんうん、いいっすね、こんぐらいでいいっすもんね、だって、そうなんですよ、ここでチャット打つのなかなかやっぱり大変だと思うんです、ね、すごいフットワークが軽い、それであれですよね、これ強いやつについていっちゃえばいいんですよね、そうです、そうです、もう完全にもう目黒さんにみんなついて出るだけですけど、道間違えないでくださいよ、これね、タップだけだから楽勝なんだ、楽だね、そうですね、これみんな入った後に、 あ、これ円いいもんだ、そうなんです、ここに入っていくと、よっしゃ、ドゥー、これもクソ、やべ、俺超強い、すごい強い、一気に持ってるんで一瞬で強いよ、大塚さん自分超強いとか言わないです、みんな強いんだ、ありがとう、本当はこんなにうまくいかない、これ引きつけたりしないですよね、俺らこのデータを、もうさっき言ってたから、あ、隊長がいる、大塚さん今戦闘入りました、入った、でも終わりました、さすが強い、さすが強い、はい、で、この隊長がこのクエストの討伐、ほら、いますよ、隊長が、これレベル低かったら超怖いんですけど、でも今回はちょっと超強い装備になっちゃってるんで、はい、じゃあ行きますか、行きましょうか、はい、じゃあ行きましょう、目黒さんが入った、みんな、あー、3匹いる、お、これはただもんじゃない、みんなダメージ食らってください、みんな強いんでね、すげえ、ちょっと遠慮しますか、もう遠慮しても強いってジュビロケアルかけてくる、ちょいちょい、満タンです、死にそうだ、それ怒られるやつですよ余計なことすんだろ、もう強い、おお、まあ、あ、でもボロボロ落ちる、これで、そうですね、これでアイテムドロップできるので、はいはいはい、これでどん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 、あ、でもこんぐらいのクエストの長さいいっすね、いいね、で今回本当に一瞬で倒せましたけど、本来はここまで簡単には、まあそうですね、まあそうですよね、倒せないようになっているので、コマンドちゃんと選んで、ね、戦略的にやらないとダメですよ、なのでここでは簡単に倒せちゃったので、はい、ちょっと、はい、ベヒーモスで、はい、を挑戦してみませんか、大丈夫ですか、現状そのリリースされた時にはかなり強い部類の、いや強いですね、おあのクローズドベータテストの時にもベヒーモスあったんですけど、はいはいはい、
まあ、倒した人はそのベヒーモスダンジョンの中で、まあ、初級、はい、中級上級ってまたあるんですけど、上級まで行った人っていましたっけ、倒した人数人、数人すげーな、なんかいるんだすげえ。でもそれも、うん、まあ、あえてそのテスト用に、はい、してたので、うん、まあ本ちゃんではですね、リリース時にはそう簡単には倒させないぞと壁ですね、いった壁になってます、はい、そのベヒーモスに、はい、ちょっとせっかくなので挑戦してみましょう。ぜひぜひ、まあ、僕は手だれですかね今日だけ強いですからね大丈夫です。これ上級中級初級どこ行けるか、どっから行きましょうか。いきなり上級行っちゃいましょうか。上級は危険ですね。いや危険だ、危険だ。じゃあ中級ぐらい、ですよ、中級あたりを、じゃあ中級挑戦してみましょう。ちょっと、わかりました。あ、じゃあ先に3人集まっちゃった。まあまあ、もしも集まったら集めましたね。じゃあちょっと散歩、散歩がてら行きましょうか。先行ってみますか。散歩がてら、ちょっと覗いてみますか、うん、ちょっとどんぐらい、どんぐらいのね、ジュビロがびっくりすると困る。そう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 、ちょっとちょっとちょっとやめてください。おー、でけー、ちょっとその感動を一緒に味わうのが、あかん、あかん、やばい、やばい、やばい、入っちゃった、入っちゃった、早く入ってください、早く、早く、早く、やばい、やばい、やばい、うわ、怖え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 、待って、今行くから、今行くから待って、これ怖え、やられちゃうでしょ、どうせ、僕がいないと。あ、やばい、やばい、やばいですね、やばいですね、やばい、やばい、本当だ、キャルがないと、自分にキャル来た、入ったよ、怖い、スケットみたいに入ったよ。え、ジュビロ、何なの、ジョブは、何なのじゃないですよ、ジョブは、やばい、持ってる最強のアビリティを、はい、発動しまくりましょう。はい、わかりました。自分に、ずっと自分にケアあるからなんでそうやって死ぬの、あ、でもいけますね、これ、これいけますか、いけそうです。お、お、お、確かに、お、いい、いい、お、いい、お、いい、あ、いける、あ、いける、あ、お、やった、今めっちゃでっかいクリスタル出なかったですか、最後の、何ですかね、最後なんかブリザードが出てきた、あ、ブリザードそのエフェクト、ブリザードの演出です、俺のブリザードいけた。ってことは上級いっちゃいますか。ちょっといっちゃいます、ね、立て続けにこれ食べなんで、これ上級クリアみんな揃ってちゃんと行きましょう。あ、うん、まあ、ちなみに俺ケアルしかかけてないですけど、いや、でもケアル重要です本当に。おお、これドロップするの嬉しいっすね。嬉しい、嬉しい、わー嬉しい。もう大塚さんいるんですか。はい、あ、いますね、到着しました。来た、来ました。あ、よし、あ、今回全員、あ、来た、あれ、よし、行くぞ。4人もいる、光栄、上級。これ本当作戦、あそこの場所で立ててから行くとかあるんですよね。そうです、そうです、うん、あのジョブ何にする、やっぱり回復がいた方がいいので、はい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 、白間お願いとかそういうのは。あ、大塚さんも入ってた、入っちゃった、入っちゃいました。じゃあ行きます、行きましょう、行きましょう。来た、来た、なんかいきなり上級、本当だ、大塚さん、助けてください、助けてください、ありがたい。おー、強い、重いね、攻撃が重い、回復がないと本当に。違う、大塚、大塚さんより俺ですよね、大事なのは。あ見捨てんだよ、あぶれ、おー、ナイス、助かった。あ、でもこっち強いないや、でもいけそう、いけそう、あ、やばい、あ、一発かい、一発かい、やば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 い、魔法使い2人でしょ、やばい、あかん、ガッ、あー、やばい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 、一対一、やばい、あ、もうちょっと、もうちょっと、口上さんに、行くか、行ったか、行ったさあ、ギリギリでしたね、3人でいけるか、あー、よかった、3人でいけるか、危なかったけど、倒しましたね、いけましたね、いけた、これ、あれですか、楽しい、僕ら、あの、戦闘不能状態でも全然問題なく、うん、そうです、クリア、もらえます、あ、もらえますね、素晴らしい、最後の一人が生き残って勝ってくれれば、うん、これは燃えますね、燃えますね、やっぱ一緒にやると、ね、いいですね、これ協力プレイの醍醐味かな、醍醐味、醍醐味かなと、超楽しい、うん、大塚さん、あれ聞いた方がいいんじゃないですか、うん、あれというのはいつも大塚さん聞く、いつから遊べるんですかという、僕ら、あの、確約してもらいたいんですよ、結果に紙として、結果に紙として、他なんでもう映像にね、記録として残したい、はい、いつから遊べるんですか、まあ、今事前登録をやっていますので、はいはい、まあ、そん遠くない、遠くない未来にはできるはず、なるほど
だいぶ雲をつかないで寒くはなんないですね。寒くはさせたくないですね、はいはい、肌寒くなってくる前、うん、秋昨日とかちょっと肌まあ予定通りいけるんじゃないかなというふうには思ってるんですが、本当よほどのことが今後ない限りは、はい、秋には、まあ、はい、秋には、はい、出せるんじゃないかなと思って今絶賛最後開発中ですので、はいはいはい、事前登録をして楽しみにお待ちいただけるとありがたいかなというふうに思っております、はいはいはい、すいません結果にコミットできそうファミツアップでも追っていきますんでいろいろ、はいはいはい、ぜひぜひご協力いただけると、はい、またね完成した暁にはまたやらせてもらえば、はい、ぜひぜひぜひ、ね、番組に、はい、そうですねぜひ、はい、あの実際に自分のキャラクターでぜひもさせていただけるとありがたいかなと思ってます、はい、今ちょっとカンニングでしたかね、はい、そうですね、それ以外にも強いモンスターたくさん出てきますので、はいはいはい、ぜひぜひ挑戦していただきたいなというふうに思ってます、はいはい、わかりました、はいはい、というわけでじゃあファイナルファンタジーグランドマスターズをご紹介しました、はい、では次回も前らこれ知ってる未来よバイ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 、はい、事故です事故毎回事故事故ありがとうございましたありがとうございます。